パさんハート100個ありがとうございます。こんばんは。めっちゃ3ヶ月ぶりの、おー、ザーちゃんの生誕祭ですね。こんばんは。寝るのなんで遅くなったの？え、ダラダラしてましたひたすらダラダラしてました。バウチさんハート100個ありがとうございます。ビーバーさん真珠ありがとうございます。そう、久しぶりに動物の森したら引っ越すっぽい、誰か言われた。なんかそう、一人の住人に引っ越そうと思うんだって言われたから、そう、なんか新しいことをしたくてみたいな言われたから、そう、頑張ってって言っただから一人引っ越しちゃうみたいです、近いうちに。お疲れ様です。こんばんは。ネオレスさん50ターン完了ありがとうございます。そう、次誰来るかなと思ってそう、次誰来るかなと思って頑張って。そう、そう、この島を引っ越そうと思うんだって言われる。そう、そういう話もされるんですよ。だから頑張ってって言ったので、多分近いうちにお引っ越しがあると思います、その子の。それでまたなんか新しい子が来たりし、来てくれたりするので、そう、新しい出会いを楽しみにして応援をしました。桃太郎さんバラありがとうございます。止めれるんだけどね、考え直しなよとか言えるの一応一応止める、なんかそう、やんわり、え、ここでなんかね、そうそうそう、やめときなよみたいなことも言えるんですけど、頑張ってって言って新しい出会いにね、楽しみをしてました。こんばんは。そう、まだね、そんなにね、激カワの子がうちにはいないんですよ。そう、私の島にはそんな激激可愛い子がそんなにいないの。なんかニワトリさんとか、ちょっとヒゲが生えてるクマさんとか、ちょっとなんかゴツめの人たちが多いんですよ。そう、だからそう、可愛い子来ないかなと思って結構なんかね、どっしりした子が多いんですよねだからちょっとなんか小柄な子来ないかなっていう淡い期待こんばんは。そう、リスさん、ちょっとね、小柄な子とか、ちょっと見た目が可愛い子が来てくれたら嬉しいかなっていう、そう、期待を込めて、そうそうそう、今度お引っ越しされます。お一人、お一人お引っ越しされます。髪の毛されたら、おー、やったりょうさんアロハありがとうございます。ハムスターね、なんかちょっとは、ちょっとなんか可愛い子がね、ちょっと、うん、こんばんは。うん、来るときはね、そう、気づいたらいらっしゃるか、なんかキャンプ場っていうところがあるんですよ。で、キャンプ場にたまに私、そう、キャンプしに来る子がいて、その子がそう、私の島のことを気に入って住んでくれるとかもあるし、ある日突然いらっしゃいませっていうのもある気がする。最近でもあんまり新しい子に会ってないからわかんないんだけど忘れちゃった。コントローラー光ってました。ゲームしてる間ずっと光ってたパパさん完了しました
ありがとうございます。離島に行って可愛くが、あ、いいね。え、離島行こうっと。え、そうだ、離島に行けちゃう。そっかそっか、そんなこともできるんだ。え、行っちゃえ、離島に行っちゃえ、行っちゃえ。スカウトしに行こう。うちの島来ないって。え、今度しに行く。そっか、そういうこともできるんだね。忘れてた。いいね。ちょっと可愛い子見つけるために離島に行ってみましょう。マイルはね、使ってないからね、いっぱいあるのよ。そう、いっぱいあるの。いいですね。今日なんか前に開いた時がだいぶ季節違ってたから、そう気づいたら夏になってて、めっちゃセミがいた私の島に。うん、マイル、ゲームの中のマイル、これが飛行機ならいいのにってみんな思うよね。みんなこれが航空会社のマイルならいいのにって思うよね。わかる、その気持ち。数字見て思うよね。うわー、これ航空会社のマイルなら最高だなと思うよね。ゲーム内です。残念なお話。コリラヨッシーさん、ハイビスカス、ありがとうございます。飛行機のマイルって結構ね、意外とするもんね。貯めるの大変だし、いい、片道乗っただけで結構減るもんね、場所によるけど。もうゲーム内でお金稼ぎしてますよ。一時期毎晩お金稼いでました。ゲームの中でせっせとお金を稼いでおりました。釣りか潜るか魚、虫を取るかとか、大体の、大体 お金の稼ぎ方は、あと株、私あんま買ったことないけど、ゲーム内で お金を稼ぐなら釣り、潜る、虫、株とかが大体基本じゃないかな。もぎたてりんごさん、ハート100個ありがとうございます。ゲーム機はたくさん持ってません。するのはスイッチばっかり。追加コンテンツ買ったらバイトできる。すごい。そうなの？それは初耳。すごい、追加コンテンツすごいね。買わせようとしてくるね。だからそう、株がある、そう、株を買って株が高い時に売るんですけど、私そんな頻繁にしないから、株買っても毎回腐らず、そう、なんか株って売らないと、そうしばらく経つと株腐っちゃうんですよ。そう、私もよく腐らせちゃうんだよね。頻繁にゲームを開けばいいんだけど、なかなか頻繁にゲーム開かないから、
結構期間を空いて開いてって感じだから、気づいたら腐ってる売り物にならなくなってます。そう、なんかそう、売ると株、本当の株の株、漢字の株なんだけど、でもゲームの中ではその株は、なんだろう、なんて言ったらいいのか、見た目が本当の株なんですよ、食べ物の。でも使い方としては人間世界の株と一緒なんですよ。まあ簡単な感じだけど、そうそうそう、だからもう私たちの世界は腐らないけど、ゲーム内でそう、私たちの現実の株イコール食べ物の株でもあるから、動物たちの別荘。何それ、初めて聞いた。すごいね。そう、だから可愛らしい感じですよ。下から福岡、おお、気をつけていらしてください。そう、増やすものだけど早めに売らないと腐っちゃうんですアクションゲームはそんな得意じゃないけどする。といってもスマブラだけだけど、アクションこんばんは。そう、なんかスマブラしよっかなと思ったんだけど、そう、いや、しなかった結局動物の森だけしてゲームやめました。あんまりね、ゲームはね、そう、一人だとあんまゲーム長時間できないんだよね。夜とかにすればまだやれるけど、日中とかにゲームしちゃうとあんま一人じゃ長時間しないかな。違うことしたくなる。ゴリラヨッシーさん、ペンギン、ありがとうございます。久しぶりにボンバーマンいた。うぃー、ゲームプレゼント。あー、そう、たまにそう、カセットソフトか。で、そう、 3DS の名残とか DS の名残でずっとカセットって言っちゃうんだよねあれカセットじゃないか、ソフトって言うんだよね今はね、うんと思いながらずっとカセットって言ってるんですけど、私はゲーム。こんばんは。1240組ありがとうございます。1249ありがとうございます。おめでとう。ひんじいちゃんさん、花太郎、ありがとうございます。パパさん、バラ、ありがとうございます。マサラキさん、花束、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。ん、カセットって、いいわ、ちょっと、わあ、もうずっと私はゲームのカセットって言いますチューリップとバラならどっちが好き。バラー即答だった。シマさん、どうなんだっけ、トロピカルジュース、違う、ココナッツだ。ありがとうございます。スイッチのソフトストアから買ってダウンロード、そう、ダウンロードをするのは、そう、ノートレだけダウンロードしてるんだけど、あとはダウンロードしてませんね。
SD カード入れてないから。桃太郎さんからありがとうございます。カセットね、カセットって言っちゃうよね。はるみさん50巻と終了しました、ありがとうございます。こんばんは。あとは全部ソフトですね。ソフト、動物の森もマリオカートもボンバーマンもスプラトゥーンも、あと隣スマブラか、全部ソフトで持ってます。唯一ノートレだけダウンロードしてるなんでって感じだけど、脳年齢いくつだろう、そんな若くなかった気がするね、全然若くなかった気がする。夜ご飯なんだろう、私今日はそうめん食べたかったけど、まあ食べてないんですけど、そうめんとかいかがですか。ただ私が食べたくて食べてないだけ。スマブラしますよ、あんま強くないけどね。戦っております、ゲーム内で格闘しております、大乱闘しております。メンバーと一緒にゲームすること、そう、リナチとマリオパーティーしたり桃鉄したり、あんま通信はしないかな。そうそう、脳年齢、脳トレの脳年齢一番若くて20歳なの。私でも一応もう20歳じゃんね。昔はさ10代、私結構ちっちゃい頃から脳トレして、小学生の頃から脳トレしてたんですよ。そう、好きでやってたのね。あの頃はさ、私まだね、その最低年齢より低いとか思ってたけども、もうじき最低年齢より1個上になっちゃうからね時の流れというものでございますね、時の流れを感じますね。気づいたら脳トレの最低年齢より上になってますから。年齢出るんですよ。なんか脳年齢を調べると、なんか調べるゲームみたいなのがあって、そう、最低が20歳。そうそう、最高は分かんないけど、最低は20歳、一番若くて20歳って感じ。脳トレ、まああれ一応大人の脳のトレーニングですからね。題名ゲーム名、そう、大人って書いてあるからね大人の脳のトレーニングですから、まあ、20歳なんでしょうね、そのとりあえず大人の区切りが。わかる、最近撲滅大好き。そう、最近撲滅が好きで、小学生の頃からハマってるんだよね。楽しくて結構おすすめ。でも3なんか DS でするかスイッチでするかで、なんかできるトレーニング、脳のトレーニング内容が違うから、そうそうそう、どっちも楽しい。 3DS にはあって、スイッチにはないものもあるし、スイッチにはあるけど 3DS にはないものとかもあるから、どっちも楽しいよ3DS、DS か。こんばんは。まあ共通であるものもあるけどね。そう、脳鍛えてます鍛えられてるか分かんないけど、
一応鍛えてるかな。ご飯作るから美味しくいただいてきてください。わーな、教えてくださりありがとうございます。すみませんね、本日は短くなってしまって、ちょっといろいろしていたら遅くなってしまいましたので、では明日のショールームはまた夜にするので、また時間が分かったらお知らせします。それではランキングを見たいと思います。13位にアワレスさん、ありがとうございます。12位マキーサさん、ありがとうございます。11位フレアさん、ありがとうございます。10位タダタンタンさん、ありがとうございます。9位ハルミさん、ありがとうございます。8位ゴーちゃん、ありがとうございます。7位もぎたてリンゴさん、ありがとうございます。6位コリラヨッシーさん、ありがとうございます。5位シンジーちゃんさん、ありがとうございます。4位パパさん、ありがとうございます。3位タッチャン、ありがとうございます。2位バウッチさん、ありがとうございます。1位シムさん、ありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。皆様ゆっくり休んでください。おやすみなさーい。